大石正光とは日本の政治家である。公益財団法人緑の地球防衛基金理事長である。参議院議員、衆議院議員、参議院財政金融委員長などを歴任した。農林大臣、環境庁長官を務めた元衆議院議員の大石、竹一は父である。宮城県仙台市生まれ、立教大学文学部私学科卒業。 大学卒業後、米国ウィットワース大学政治学部に留学。帰国後、国土計画勤務を経て、父、大石武一の秘書となる。1976年に、武一が農林大臣に就任した際は、大臣秘書官を務めた。1986年の第38回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、旧宮城2区から立候補し、初当選した。 父、竹市が所属していた中曽根派に所属し、その後は渡辺派に所属。1993年、政治改革4法案の採決で造反し、自民党を離党。翌1994年、西岡武を、鳩山国を、笹川隆石橋茂らと改革の会を結成。さらに、自民党を離党した元首相の海府都市家を当主に、 自由改革連合を結成した。1994年12月、自由改革連合は、回答し新進党決闘に参加した。小選挙区比例代表並立制導入後、初めて実施された1996年の第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で宮城6区から立候補し、自民党の菊池福次郎に敗れるが、 公職選挙法違反の連座性により菊池は選挙直後に議員辞職した。大石は新進党を離党し自民党への復党を要請するも自民党から拒絶される。1997年衆議院宮城6区の補欠選挙が行われ新進党を離党し自民党から復党を断られた大石は無所属で立候補する。しかし、 自民党新人の小野寺一則に再び敗北した。しかし2000年になって小野寺が選挙戦中有権者に選考セットを配っていた事実が判明。有権者への金品、物品の供与は公職選挙法の寄付行為の禁止に該当し有罪判決を受けた小野寺は議員辞職する。そのため宮城ックでは史上初の補選の補選が行われ、 前回の補欠選挙で落選後、民主党に入党していた大石は、同党公認で補選に出馬し、当選。4年ぶりに帰り咲きを果たした。2003年の第43回衆議院議員総選挙に民主党公認で宮城ッ区から立候補するが、公民権停止の期間が明けた小野寺一則に、再び敗北し、比例復活もならず落選。 2004年の第20回参議院議員通常選挙で参議院に倶れ替えし、比例区から立候補して当選。非公則名簿式比例代表制の導入後2度目のこの参院選では特定の地域に地盤を持つ元衆議院議員が多く当選して注目されたが大石もその一人であった。2009年参議院財政金融委員長に就任した。 2010年の第22回参議院議員通常、選挙にも比例区から立候補するが、民主党への逆風の煽りを受け、落選。この選挙では、大石と参議院予算委員長、柳瀬進の二人が、共に参議院の常任委員長の立場にありながら、落選した。2021年4月の春の叙勲で、朝日、重光明受賞。父、大石岳一は、 東北大学助教授を経て、衆議院議員、参議院議員となり、農林大臣、初代環境庁長官を務めた文人政治家。祖父、大石智春も、立憲声優会、自由党、民主自由党所属の衆議院議員。令和3年春の直君受賞者名簿内閣府、官報号外第99号、令和3年4月30日 AB 民主党。 大石正光2003年総選挙の選挙候補、東京大学法学部政治学研究科。ありがとうございます。